わあ！はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。フージ厄払いガチマッチ。厄払い。厄払いは来年やるんじゃない？いやいや、もう今年のうちには払っときましょう。もうあと数時間しかないでしょ。最下層だから今。俺の役状態。今年の役状態。やばかったでしょ、今年マジで。まあ、やばいね。しかもなんか、ギュッと、だから後役みたいな感じで。散々だったでしょ。ギュッと来たね。いい思い出あった、うん、いい思い出あったって聞かれたくないけど、ないね。ないよね。ない、ね。旗から見ててはないんだよね。おい。自分でなんかちっちゃいのはあったかもしれないよ。いやいや、まあまあね、それはあるけど。あ、なんかちょっと 30% 引きになってるみたいな。いやいや、ちっちゃ。ちっちゃ。そういうのあったかもしれないけど。俺だけじゃねえし、それ。やっぱ旗から見てても、まあね、その。骨折もありゃ。はい。なんか甲子園もなんか出りゃいいのに出ねえし。みんなに発表できるいいことなかった。なかった、うん、それを、うん、勝ちで勝ちで払うと。払う。なるほど。勝ちで払わないとダメだから。なるほどね。負けたらもう来年もこれだから。で、いや、怖っっていう気持ちでちょっと一戦いって3あるから。いや、1もう それが良くないわ。じゃあ3全部勝つで。いや、もうこの最初の1。そんなこと考えてんの。あ、うん、最初の1。そっちの方がむずいんだけど。最初の1でじゃあここで払って、そうババッとあと勝って終わり。あ、そう、ね、もうこの1が一番大事だから、ここで負けたら本当にやばい。その気持ちでいって。OK、 分かった。あんまりその気持ちでやったことなかったから、ね、そうでしょ。うん、それをね、だから本当にこの試合で負けたら死ぬ。死ぬ。でも勝ったら、うん、もう全世界が救われると。うわ、今スプラトゥーン星人が攻めてきて。そう、日本代表で封じがお前の力を見せろって。そうそう、うわ最悪だよ。いるだろもっと。その気持ちでいこうよ。オッケー。勝って役払ってさ。なるほどね。来年おいしい思いしようよ。勝手に作ってな、その、そのステージを。OK。はい。相手ステジャンだらけ。あ、勝てない。喋んなくていいよ。やめなきゃ。お前、ちょ、一回、これ全世界の人が見てるから。そんな喋ってて、マジ、切れられるよ、勝っても。お前、奈良の点だ。そうお前真面目にやれよって。あの、うん、勝っても怒られちゃうやつだから。いい。いやー、ちょっと待ってくれ。そう、あー、いい味方。いいキル入ってる。パパできるか。いい。いいよ。おーし、来た。やっぱね、本当に勝つってなったらちょっと浅めになるわな。本当はもうちょっと奥で打ちたいけど。そりゃ、そりゃ精子かかってたら。オーディエンスの声聞けないにして。ちょっと浅めになるわな。オーディエンスの声聞こえないにして。世界救おうとしてるから。絶対邪魔になるって分かるじゃん。宇宙人帰れ。いやー、これで言ったら2500いくんじゃない。うわ、毎回。毎回。いや、でもまあでもね、こういうことメロンとかこの感じでやってると思うけど。いや、そうなんだよね、結局多分。うん、本当に死ぬと思ってやってると思うよ、彼は。若いのに。4200、300までいったか。若いのに4320とかでやったね、昨日配信。だって負けたら終わるんだよ。結局確かにそう聞くと、そりゃ勝つよなってやってる。そうなるほど。いや、この気持ち大事よ、結局。確かにちょっと今でも、確かになんか久々にその
なんかもう死ぬ気スプラトゥーンした気がするわ、うん、これでいきましょう。 OK、今日、うん、もうこのままこのまま3連勝するわ。うん、OK、よしよしよし。あ、チョウザメね。あー、やだ、マップ引くねー。きついよ、チョウザメ。よし、やだ、マップ引くねー。ただ相手の構成もちゃんと見て、うわー、ちょっと塗りが弱いから押されるとしんどいなー。初動超大事だぞー。よしよしよし、いいぞ。冷静冷静冷静。いいよいいよいいよ、引いていい引いていい。よしよしよし、よく止めた。あ、いい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 、グレートバリア、いいグレートバリア。後ろはもう任せて、そうだな、そっから来るわな。いいいいよいいよ、一発そこで入れたのいい。良くなったけど、いやー、良くがねー、くそー、良くなった。あー、いいね、味方が飛んだけど、ローラーが、あー、ナイスギル。わあ！ああ！あ、落ちた。いや、こっちか、ごめん。ちょっと落ちた。やべ、ヤグラ打ってあげればよかった。ナイスです。ああ、タイミング遅い、それ。大丈夫か、うん、いやー、ごめん、最初に見なかった。よし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 。いやー、いい、それはいい運勝だな。うまっ、味方もうまい。あー、飛んでよかった。もう遅い、そう、ワンテンポで死ぬから。危ない、ローラが狙ってきてたよ今。判断できるようになってきたよね。うわ、ちっちゃ。あ、うわ、よく取ったー。よーし、よしよしよし。うー、いやでも味方にもあの銀河守ろうとしてるローラーいたね。ん？銀河を守ろうとしてるローラーがいた。あ、ローラーがいたでしょ。いや、そうなの、みんなその気持ちでやってるから。俺地球だけど、うん、太陽系守るローラーいたわ。なんかでもミス多かったちょっと、いや分かる、大事なんだけど、うん、やっぱちょっと地球勢のヤジでかいわ。あー、もう遅いみたいな。いやいやいや、地球勢のヤジはやっぱ出ますよ、そりゃ。それ聞かない。知らんおっさんに、だって命握られてんだもん。まあ確かに。でも逆にスプラ知らんおっさんからのヤジ怖いのよ、その。あー、もう遅いだろ、それみたいな。ジャンプ遅かったのと、はい、だから飛ぶ判断が甘いのと、うん、そうだね、あと寿司倒せって、
なかったのがダメ。あの中央高に登ったじゃん、敵の。はいはいはい、はい、あそこ右にもう寿司見えてたのよ、1枚。ああ。溝で戦ってたでしょ。うんうんうん、あれ溝に登る前の、うんうん、溝にその下に下がる前の、うんうん、右にいた寿司が見えてんのに、無視して中央行ったのがもったいない。そうか。あれ倒したらもうオールでみんな全員前出れんのに。そうだね。あそこを無視したせいで時間かけられて、中央でごちゃごちゃさせられて、右に寄っちゃって、ローラーが刺してきてっていう状況になっちゃったから。だからそこはもう最後の人はもう倒しちゃった方が。倒しちゃった方がよかったか。任せて真ん中先行くとかじゃなくて。後ろ行ってたら任せていいんだけど。ああ、そうか。真ん中にいるから任せない方が。倒せるやつは倒せない。そうそう。なるほどね。オッケー。さあ、今までの全部嘘。これで勝たないと本当に役は落ちません。関谷封じ場所取りに落ちさせて、いいよ後ろ見たのもいい。さあ残り1人が寿司だ。ここで寿司が残ってるかどうかという情報が取れてるかどうか、それでなんとなくどこにいるかも目星がつきます。さあ早く食べちゃって、そうでも前出ちゃってもいい。ローラーがグレートバリアを持っている、そういうこと、そういうこと。うわくそ、さあでも飛べるかどうだ。飛ばない。バケもスペシャル持ってるし、稼げたら最高だったけど、あーその一発がね結局複数回してると、いやーダメか、やらなかったの。取れるビジョン見えなかった。取っても取られてただろうしな。さあ手前、そうか、ちょ守りたい。そう、いやー寝そんだけどな、くそ。さあいい動きにはなってるぞ。サメライドも入って、さあこれグレートバリアか。 OK、 さっさとグレートバリア貯めてくれ。さあ素晴らしい、もう吐いて前に出てもいいぐらいだ。ローラーに任せて、いい、いやすごく良かった、いやーいい、うわあ飛べ飛べ、いやああいう時ヤグラの上飛べば、ヤグラの上飛べね、うん、ああほら、はい、3連勝じゃん。3連勝です、やれよ最初からえ俺3連勝して最後怒られてる今嘘でしょ、最初からやれよ、嘘だろ最初。本気で生きてけよ、お前。普段か。やったらやったで。やったらやったで怒られるの。いやでも、え？中途半端に。中途半端。聞き直させんな。そんな言葉を。いや、素晴らしい。いや、なるほどね。でも、うん、なんか、いい。いい新年を迎えられそうな3連勝できました、うん、いやいい、やっぱ大事大事、こういうの、そうね、うん、確かにこういう気持ちでやるスプラトゥーンをちゃんとやっとくのは大事だね、うん、うん、そうだね。いやーだいぶだって味方もなんかでも必死さが見えたな、やっぱ年末だから。いや伝わったんじゃないあいつ、うん、やってるぞって、そうあいつ必死だなって俺もやるかって、うん、私もやろうってなってくれるね、うん、はい、ちょっとこれをまあでもなんだかんだでもう中シーズン1ヶ月経ったので、はい、ここからまあちょっとエンジンかけてってもうどんどんあのブラスターも元のやつにしてますんで。あ、そうですか、はい、何ですか。いやいや、もう頭からエンジンかけてくれ今までアイドリングやったのが、いやもう本当やめて本当にもういや、あのホットブラスターカスタムをちょっとねずっと使っちゃってたんで、うん、はい、ちょっとここから無印にして。あ、そうね、そうやっぱ無印の方が強いなっていう、うん、やっぱり場面強いとか、そうだな、ちょっとそれをやっていくと思いますので、うん、はい、応援お願いします、はい、ということでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。